インドネシア社会党、インドネシア社会党、インドネシア社会党はかつてインドネシアに存在した政党である。インドネシアには複数の社会党があり、インドネシア独立戦争期には以下の4政党があった。以下の本文では上記の4政党を区別するために3の社会党だけはそのままの表記で1は2は4はとそれぞれ略記する。 1945年8月17日に独立を宣言したインドネシア、旧オランダ領東インドは、その後4年5ヶ月、対オランダ独立戦争を戦った。そして、独立宣言からの短い期間のうちに、翌1946年に予定されていた、総選挙に向けて、様々な政党が結成された。なお、予定された、総選挙は独立戦争とその後の混乱のために、 延期で、第一回総選挙は1955年に実施された。それらの政党のうち、1945年11月10日に、アミル・シャリフディンが結成したインドネシア社会党と、同年11月20日、シャフリルが結成した人民社会党は、12月17日、合併して、社会党となった。その後、3期のシャフリル内閣、 1945年11月14日から1947年6月27日とそれに続く2期のアミル内閣1947年7月3日から1948年1月29日にはこの社会党から多数のメンバーが入閣し社会党主犯内閣としてインドネシア最初期の国政運営を担った当時民族主義運動のリーダーと目されていた スカルノ大統領とハッタ副大統領もこの社会党主班内閣を支持した。スカルノとハッタは日本軍政への協力を各勢力から非難されて独立宣言直後は指導力を発揮できない状態だった。シャフリルは日本軍政下で対日協力を拒否したという経歴によって、またアミルは日本軍政時代に抗日地下活動を組織し、軍政当局に 逮捕されて、終身刑で収監されていたという経歴によって、それぞれ知識人たちや青年グループの支持を集めていた。当時の社会党は、以下のような支持基盤を持っていた。シャフリルの派は、戦前の1930年代にシャフリルやハッタが指導したインドネシア国民教育協会に、所属していたメンバーを中心に、オランダ両東インド政府が設置した。 高等教育機関の卒業生や、オランダ留学から帰国したエリート、知識人たちを含んでいた。アミルの歯には、戦前のゲリンド、インドネシア、人民運動のメンバー、労働運動、青年団体、そして非正規武装組織である、プシンド、インドネシア、社会主義青年団が含まれてた。しかし、シャフリルとアミルが主導した。 インドネシア最初期の国政は波乱に満ちてものだった。オランダからの独立を目指す外交交渉ではたびたび妥協を強いられ、それが国内の急進派からの批判を招いた。第3次、シャフリル内閣がリンガルジャティ協定締結後の混乱によって支持を失って総辞職し、また第2次、アミル内閣はレンビル協定締結の責任を取って総辞職した。 第2次アミルシャリフデン内閣がオランダとの停戦協定、レンビル協定の承認をめぐる混乱によって、総辞職すると、1948年1月29日、副大統領ハッタが組閣することになった。このハッタ内閣を支持するか否かをめぐって、社会党が分裂した。K のアミル派は、アミル自身の内閣が締結した、レンビル協定の承認を支持しなかった。 ケイのシャフリル派は、ハッタ内閣を支持して、社会党を離脱した。社会党内で外交路線を標榜していた、シャフリル派が離脱したことにより、アミル派が多数を占めた同党は急進化し、オランダとの闘争路線に傾斜した。その後、アミル派は、インドネシア共産党に合流した。1948年9月18日、東部ジャワのマディウンで、 K の武装組織が決起すると、指導者ムソとアミルもマディウンに駆けつけ、ハッタ政権の打倒を呼びかけた。しかしこの反乱は1ヶ月余りで鎮圧され、ムソ、アミルも捕らえられて処刑された。社会党から離脱した K のシャフリル派は、ハッタ内閣による外交路線を支持して、1948年2月13日、インドネシア社会党を結成した。 党首となったシャフリルは、スカルノの要請で、インドネシアの独立を欧米諸国に訴えるため、各国を遊説して回った。インドネシアの独立達成後、1955年9月に予定された、インドネシア国政史上初めての総選挙に向けて、各勢力が支持を求めて、一般大衆への浸透を図る活動を開始する中で、シャフリルのも、1952年、 バンドンで第1回党大会を開いた。多くの政党が大衆動員のためのプロパガンダ活動に力を入れたが、は、大衆組織を持たず、その活動はもっぱら出版を通じての言論活動に限定していた。独立戦争期からが発行していた雑誌は、インドネシア、特にジャワの封建性を克服し、西欧思考型の社会改革を進め、複数政党制や、 議会制民主主義を施行しながら、経済発展をすという主張を掲げた。こうしたの活動は、多少浮きを離れした知識人中心の運動という色彩が濃かったが、同等には植民地時代の高等教育機関やオランダの大学で学んだ政治エリートが多く、新生国家の経済開発を立案できる数少ない人材を有していたため、 独立後のイスラーム系のマシュミ主犯内閣にも閣僚として登用された。1955年9月29日に実施された総選挙では、は、得票率わずか2.0%で大敗した。その後、議会制民主主義を停止して、指導される民主主義を掲げたスカルノに対して、その独善的な政治運営を批判し、シャフリルは、 スカルノの政敵として対立した。スカルノとシャフリルの対立のさなかで生じたのが1958年のスマトラ反乱であった。インドネシアでは独立戦争期から権力の分散化が進んだ。スマトラでも地方軍が軍閥化し中央政府との対決姿勢を強めており、1958年2月15日。 スカルノ政権に対して、インドネシア共和国革命政府、略称樹立を宣言した。この反乱に、マシュミ関係者と共にからもメンバーが参加し、スカルノの退陣を要求した。スカルノ政権は1ヶ月ほどでこの反乱を鎮圧し、1959年末の大統領令、大統領決定によって、マシュミと共にの政党活動を禁止した。 また、シャフリル自身は判断勢力に加担しなかったものの、1962年3月に逮捕された。このように、シャフリル・マシュミを政治的に葬り去ったことにより、スカルノの指導される民主主義は確立するかに思われたが、1965年の9月30日事件によってスカルノは失した。楽しくご覧になりましたら、 購読と良いです。クリックしてください。